延期は、かつて、中国に存在したオアシス都市国家。現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区、バインゴリンモンゴル自治州延期海賊自治権にあたる。現状の、大東西域記では、アキニ国と記されている。別名、イエンチー、紀元前1世紀の西域諸国と延期国の位置。延期国は、他の西域諸国と共に、強度の俗国となっていた。 郷土の西変実畜王は、道牧というを置いて、採域を漁させ、常に、延期国、騎士国、上履国の間に駐屯し、採域諸国に付随し、富宮を取った。前定の時代、車四国が関と通じると、強度は起こり、その大使の軍宿を召して人質にしようとした。軍宿は、延期王の外孫で、郷土への人質になりたくないので、延期国に亡命した。 主権国5年、郷土のカラス類はカゼンウと新の王網は不和となり、郷土は新の北辺を攻撃した。延期国はこれに抗して、西域都後のただし、金を殺した。天王取り2年、王網は後遺症の王春、西域都後の李高氏を派遣して、墓紀行為の各金を引きさせて西域に出兵させた。西域諸国は皆郊外で出迎え、兵士に国を送ったが、 延期国が作出して兵を集めて自衛したので、王春らは、佐舎国、騎士国の兵7004人を引き、数部隊に分かれて延期国に攻め入った。延期国は、副兵で王春を抑え切り、さらにーとメスミ国、上里国、騎士国の兵も加わって、共に王春らを襲撃し、皆殺しにした。一方、墓機行為の各金は別動隊だったので、 延期の本体がいないうちに、延期本国を襲撃し、老人などを殺して帰還し、故死に封ぜられた。再気と語の李高氏は、記事国だけを維持して帰還した。数年後、王母や利高氏が死去したため、中国と再気は一旦国交が途絶える。県務21年冬、佐々王の県の暴虐ぶりを恐れた、車自然王国、全然国、延期国ら18国は、 五冠に侍子を使わして調降した。そこで、在域十八国は、以前のように、在域都合を派遣するよう懇願したが、三武竹三角がまだ、中国を平定しきっていないとのことで、侍子は返され、在域都合は派遣されなかった。翌年も前々王は上書して、在域都合の派遣を求めたが、派遣されなかったので、今度は強度に救援を求め、 全禅国と車四国は強度に着くこととなった。強度は、右往の広則が、左車国を滅ぼしたと聞き、五将を派遣して、延期国、上陸国、騎士国ら十五国の兵三万四人を発して、右国を包囲し、右国を服属させた。永平十六年、明帝は北伐を行い、太し牧の祭り、放射といの東古、馬といの公平、北といの来なに、北強度を打たせ、 カリシバの藩長を再域諸国に派遣し、再び西域と国交が結ばれた。永平18年、明帝が崩御すると、延期国と騎士国は、再域徒後の地圧し、副行為の各誠を攻撃して殺し、郷土と車四国は、勃起行為を包囲した。永元六年、再域徒後の藩長は、延期国、騎士国、上里国、山国を打ち破り、延期王と、 上領を斬守した。これにより、斎域の五十四国は五冠に内属し、さらに藩長は、延期左港の元武氏を新たな王とした。英検2年、斎域諸国は再び反乱を起こしたので、斎域長氏の藩友は再び、延期国を打ち下し、これにより記事国、ソロク国、右国、サシャ国ら十七国は五冠に復従した。県営5年、 領州支士の毛うたは十字の任渡るを使わし、トンコウヘ500人を引き、ボキシバの総広氏、シ、最域調子の長安と、延期国、記事国、社真前後部を引いて、3万4人を合わせ、ソロク国の三木中城を攻めたが、44日して下せず、撤退した。3世紀のタリウム盆地、カシュガールイコールソロク、クカイ,イコール記事、キャラクセアイコール延期、トルファンイコール交渉、 ホタンイコールウテン、シャンシャンイコールゼンゼン王の安都士官、炎気王の両案は、新朝に侍子を使わした。両案が死ぬと、この龍海が炎気王となり、父の仇であった騎士王の白山を打ち滅ぼし、自らが騎士王となり、この龍広氏に炎気王として本国を統治させた。龍海は、西湖に派を唱え、総霊伊藤の諸国は、炎気、騎士国の支配下となった。 しかし、劉海は、キジ国人のラグモに殺された。全領の長春は、サスシ氏の妖戦を再起に派遣した。妖戦は、武将の朝食を前方とし、延期国を攻撃した。延期王の劉博氏は防戦したが、朝食に敗北した。劉博氏はまた州を率いて、車流国にて要撃するも、再び敗れてしまい、ついに、妖戦に降った。前進の県元18年。 行基将軍の旅行は、不健の命を受け、都督西内諸軍事に任じられ、十四万の兵を率いて、西域を討伐し、延起王の劉博氏は旅行に降る。396年、旅行が天皇と称し、功労を建国すると、劉博氏は侍皇を使わして長行した。北儀の大部帝は、清州公の万時に命じて、延起国を討伐した。万時は、左海と、 上里の二条を落とし、さらに都の隠居城を攻めた。延期王の流派都市川根ネヒナは老状して不正だが、満時に、敗れ、山中に逃れた。これにより延期国は、北儀の支配下に入った。その後、流派都市川根ネヒナは、延期国に戻るが、国の参上を見て、隣国の記事国に亡命した。従前の死兵制三年、従前河岸の伏せずが校舎王の渡るに若とんに、 殺されると、後昇王の菊川、校舎に侵入した。また、菊川に攻撃されて、大位不在となった、延期国の民衆から、延期王になるよう頼まれたので、その第二子を派遣して、延期王として、延期国を統治させた。北州の保定4年、延期王は剣士を送り、名馬を剣じた。大行年間、延期王の流徳騎士は剣士を送り、隋に長考した。 延期国は西特決の属国となる。上岸6年、延期王の劉徳騎士は剣士を送り、塔に長行した。これにより体操は、随末の動乱以来断絶していた中国と、再起との国交を結ぶことができた。しかし、それまで延期国が長行し、中国との通称路を遮断していた交渉はこのことに、起こり、兵を使わして延期国を襲撃した。 西特結の爆が雪泥塾は、花尻区部、石湯密室、筆部と不和になり、延期国に逃れてきた。それを追って花尻区部は、延期国に来航した。上岸十二年、ところが粒、ところ粒は、高昇と延期国の五条を攻め落とし、男女千五百人をかすめ、その路舎を焼いて去る。上岸十四年、当の高君衆は高昇を討伐したので、 延期王の竜徳騎士は大いに喜んだ。この年、西特欠の重心の靴利説は延期王女をめとり、延期国と兄弟の間柄となった。安政と後の各幸楽はこれを打つべく上書し、許可が降りたので、軍を延期王の弟の竜クリバー人氏に誘導させて、延期王の竜徳騎士を捕らえた。各幸楽は竜クリバー人氏に功があったということで、彼に、 延期国の国事を取らせて帰還した。延期国は、リュークリバー、ヒトシの、呪服刑のリューセツバーナ氏を立てて、王とした。西特決のところ半説は、リュークリバー、ヒトシを捕らえて、記事国に送り殺害した。リューセツバーナ氏は、諸半説を得て、同盟を組んだ。足シナショナンは、記事国を撃つと、ついで、延期王のリューセツバーナ氏を撃ち、捕らえて切った。 そこで、竜節バーナ氏の呪、父を唐との竜先な順が、延期王となった。唐の大僧は、少量に葬り、石像に竜徳騎士の形を彫って、元血のもとに列し、その地を延期と徳府とした。竜バートキリが死ぬと、国人は前王の竜徳騎士の返還を懇願したので、唐の高僧はこれを許可し、竜徳騎士に、左、永大将軍を廃し、 帰国させた。龍徳騎士が死ぬと、龍二葉特化だった。開元七年、龍二葉特化死に、龍縁と筆のべが立つ。安政節度氏の床恵みは表して、縁帰国を安山四鎮の一つとした。大大王が治めるが、王刀は何度か変わっている。その中でも、龍氏の王刀が長く存続していた。前巻の時代に、王地は隠居城に置かれたが、五巻の時代になると、 南川城に置かれ、北儀の時代任居城に戻る。官職は激古校、客古校、保国校、左右将左右問い、激、小左右君激車士君気騎士車君が、各一人、激古問い、激古君が、各二人、役長が三人いた。また、法が整備されておらず、国の規律がないと現状が、大東西域地で記している。延期国は、 郷土や宇ソのような遊牧民族ではなく、城郭に住む、農耕民族であった。男性は髪を短く切り揃え、頭巾を用いず、首飾りをする。衣服は、木綿と毛織物を身につける。仏教を信奉しているが、三種の清し肉によって、肉を口にする。また、音楽を好む。気候は寒く、土田は肥沃で、稲、あわ、宿、麦、きび、夏目、ぶどう。 梨があり、どう酒を作る。家畜は、ダバがいる。養蚕をするが糸にはせず、綿にしておく。婚姻は大体中国と同じだが、死亡者は焼いた後に葬り、その複製は、マなのか。言語は、トカラ語 A。文字は、インド、バラモンと同じだが、少々の増言がある。宗教は、天神と仏教を信奉する。優柔は2月8日と4月8日。 その国はすべて借教による。仮覧は十数箇所にあり、僧侶は三千四人にいて、神座部仏教の説一切有ぶを学ぶ。開業の規律は勤勉である。現在の中華人民共和国新疆ウイグル自治区、バインゴリンモンゴル自治州延期海賊自治県の周辺にあたり、タリム盆地の東北に位置する。当時、北はウソン、西はキジ国、東は高渉と接し、 南には上陸国があった。国土は東西六百余里、南北四百余里あり、都の周囲は六から七里ある。四方は山に囲まれ、道は険しく守りやすい土地であった。五漢の時代精神十六国時代北魏の時代随唐時代漢、漢女、漢女、五漢書、新女、儀書儀書列伝第十九、終書随書旧東女新東女漢女、 ご感書、議象、大東西行き来。ありがとうございます。